いる。今日はなんと森脇さんに来てもらいました。ムムム来ちゃいました。ちょっと待つよペロあれガンちゃんちょっと悲しんでな。お願いします。スタジアムに向かいたいと思います。エンジニアスタジアムにやってきました。今からユニフォームを着て会場内をちょっと楽しみたいと思います。じゃーん、ユニフォーム着ました。どうですか？デッドコーデです。ポイントはですね、やっぱりそのユニフォームがオレンジなんですけど、まあ応援ということで明るくいきたいじゃないですか。ちょっと黄色のタイトスカートを履いてみました。タイトスカートでちょっと女性らしくしてみて、デートの時は女性らしく忘れず、形で応援はどうでしょうか。バキッタリンちゃんとこういう風に合わせてみました。耳もやってますよ。このユニフォームオレンジなんで、すごい可愛くいろんなコーデできると思うので、これは何でした？ L サイズでしたっけ？はい、ちょっとゆるっと着てみました。すごい、楽器も持ってきてるんですか？そうです、で毎試合ファンがいつもホームの時は迎えてくれます。すごいですね。結構な人数いらっしゃいますね。ちょっと見てください。すごい年齢の幅が。早くお買い求めしないと。あ、すごい、選手ごとのタオルだ。推し選手いますか？推し選手ちょっと探してみるか。やっぱり森脇選手じゃないですか。かっこわらみたいになってますけど。あ、ほらちゃんとさっきねちょっとユニフォーム着させていただいたんで、46番、そっと戻しましたけどね。そっと。これとか何？何これ？どういうことなの？
すごい。あ、これかわいい。バケットハットありました。あ、これは夏季限定なんだ。今着てるユニフォームも売ってます。17,600円です。すごくない？ここのもうグッズ売り場の後ろが山っていう、もう景色良すぎる。ガチャガチャもあります。夏季ユニフォームのフリルキーホルダー。今日はここから出た選手を応援したいと思います。運命の時ですよ。いきますよ。出てきた。お、見ないでくださいよ。じゃん、24番、佐藤亮選手出ました。年下弟系ですね。年下弟系。じゃあこれを、可愛くないですか？ここにつけるの。いいんじゃない？いい。これで応援するの。やった。紹介があります。おしめん探しましょう。あ、佐藤、あ、さっきの佐藤さんも身長と体重まで書いてありますからここで選べますね。すごい、皆さんがこうやってすごい伸ばしてくれる。なんかそうなんです、アップルパイが人気だって話を聞いたんですよ。どうやらこれ元々オーブンで焼いてたパイプ、はい、冷蔵の状態で冷たい状態で焼いてた。なるほど、最高ですね。この炎天下の中で、暑い中、暑いから、でもちょっと涼しくなってきたけど、このぐらいの有名な生地食べてみたい。はい、食べてみたい。一個いいですか？大丈夫です。はい、今チョコが売れていてしまって、アップルパイと定番で出させてもらってるのはアップルパイ。アップルパイ行ってみますか、はい、スムージーとかもありますよ。スムージーちょっと新商品で、すごい新商品。飲み、みかん美味しそう、はい、スムージー、うわ美味しそう、そういいですか、アップルパイとスムージー、うん、いいですか、はい、みかん、レモンとみかんとトマト、みかん、レモンがいい、レモンで、みかん、やっぱりこれオレンジにしてるんですか、色。みかん両方とも使ってるのと、はい、まあ愛媛県なので県産のみかんを使わせていただいてっていうところで、はい、お、来ました。すごいゴロゴロ入ってる、はい、入ってますね。入ってます。かわいいマークもいただきます。ありがとうございます。おいしい。ありがとうございます。いや、暑いからこのぐらいの酸っぱさが欲しかったです。ガツンときます。はい、酸味があって濃いめに塗らせていただいて、はい、みかんの甘さもあって、これいいですよね。熱中症対策にもなりそうだし、ね、酸味があって美味しい。まだまだ残酷、美味しい。これ愛媛に渡るの、ありがとうございます。ありがとうございます。して、お、あ、本当に広くしてるんですか？はい、ギリギリまで冷凍庫です。ありがたいです、はい、ありがとうございます。いただきます。お、うん、美味しい。ひんやりしてて、パイがしっとりしてて、はい、美味しい。もうちょっとすると多分、実はですね、たどり着いてなかった、はい、リンゴちゃんが出てきました。リンゴに美味しいふりしちゃいました。でも美味しい顔も。おお、うん、うん、うん、わ、おいしい。たどり着いた。リンゴが一番冷たい。絶対たどり着いた方がいい。おいしい。めちゃくちゃおいしい。やっぱ世界一のアップルパイだけあって、なんかカリバリっていうよりはしっとりしてて、そうですね、私、はい、そっちの方が好きかも。あ、ありがとうございます。
豆乳のクリームチーズなので、ヘルシーに。だから、甘すぎて美味しいですね。最高です。絶対食べてください。これ今日はなんと堀焼さんに来てもらいました。ムムム来ちゃいました。ちょっと待つよペロー。あれ男性ちょっと悲しんでない？悲しんでない。なんかちょっと悲しんでない。悲しんではなくて今厚ぐるもう死んだよね、はい、だってもう堀焼さんでムムムって始まったから、かぶせでかぶせてくるからすごいびっくりして ごめんね。本当に今日はね、ダンちゃんをしっかり立てたいなと思ってるんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろ教えてくださいよ。いやこちらこそ。なんかね、その前にスタジアム着いたら、なんかね、ダンちゃんのオーラがすごすぎて、自然と体がさ、こっちに吸い寄せられて、本当に知ってますよ、私。先電話でどこだってやば電話してたの。裏の裏情報言わないでよダンちゃん、裏情報は恥ずかしいからもう堀焼さんって、うん、こう、黒のハッカー選手じゃないですか、はい、あれな、もう当たり前のように入るんですよ。あもう余裕だよ、ダンちゃん。余裕、うん、ちょっと見といてください、かっこいいとこ、はいはい、お すごい。愛の国、愛媛。愛の国、愛媛。いた。これは、森脇さんじゃないですか。おお。選手の皆さんが待ち構えてます。あ、すごい、見て、生ビール売ってる。飲みながら応援できますよ。最高。夏のね、この夕暮れ時のビール最高じゃないですか。ビールをください。ちゃんとノンアルビールも用意されてますよ。車で来た方用。え、すごい、こんなの持ってるの。ビール早く飲みたいですね。綺麗、空が広い。もう空が広々してて気持ちいいですね。この時間の観戦最高。しかもビールもあるし。選手の皆さん近いですね。距離が。ビール飲んでいいですか。夏の夜に向かってビール最高です。始まりましたよ。嬉しい、楽しい。
構大事になってきますからね。まあ、1対1なので応援して2対1、3対1、4対1で勝ちましょう。悔しかったですね。悔しかった。最後入りそうだったのに。いやー悔しかったけど、でも最後の最後までなんか諦めないパワーみたいなのがすごい伝わってきて、いやー悔しいけどすごい新しい経験でしたね。いや悔しかった。最後の最後にすごかったですね、白熱。最後の特に3分ゴール裏で見てたらもうパワーも伝わってきました。それは全力で拍手したいですね。勝利することだけなので、しっかり一条両表現できるように戦っていきたいと思います。